が開いています。入れなさい。はい、入れさせていただきます。どうぞ。ドアが開いています。優しいんでしょうか、厳しいんでしょうか。リコちゃんはいつも結構優しいじゃないですか。はい、OK です。OK です。はい、おはようございます。OK です。です。おるるるるるる、リコちゃんです。はい、ということで今日はハッピージャグラー、ハッピージャグラー、ハッピージャグラーの設定を当てていこうということで、今日も使うのはこちらです。ジャグラー設定判別、メセット様の設定判別アプリです。こちらのハッピージャグラーっていうのがですね、新しく実装されましたので、こちらを使って難攻不落と言われておりますハッピージャグラーの設定カンパ、非常に難しいと言われておりますが、実際に設定1も設定6もハッピー打ったけど、全然設定通りいかなかったの覚えてますか。そうでした ね、 ただこのアプリを使えば、ミセット様のやつ案件お待ちしております。案件お待ちしております。はい、使えば分かるじゃないかということ で、 1時間やっていきますんで、当てましょう。そうですね。で、褒めて案件いただいて2曲いきましょう。やった、案件もらおう。もらおう。帰りはおっぱめです。カモンカモン。でですね、このハッピージャグラーの設定判別ツールなんですが、普通のジャグラーと違って、普通のジャグラーはですね、まあ、マイジャグラーとかチェリービッグ、チェリーバケ、ここを数えるんですけど、ハッピーは数えなくていいと。あ、そうなんですね、はい、じゃあ関係ないってことなんですね。関係ないわけないと思うんだけど、まあ、確かに彼は関係ないって言ってるんで、関係あるでしょ普通。もう関係ありそうですけどね。それでだって大体設定判別しますもんね。でもエミセット様が我々の強い味方、エミセット様が言っておるんで、はい、1時間、はい、よーいどん、ポンポコポン。ガックンした？ガックンしますよね今。した？はい。チェリーも数えなくていいって言うんで、まあブドウだけ数えていきます。そして未だブドウゼロ。あ、1回、あ、ブドウ、いいぞ。5号機は、はい、ブドウの確率設定1で6.1 とか 6.1 で、設定6で 5.8 とかなんで、そんなにね差はないんですよ。あ、そうなんですね。はい、もっと違うのかと思いました。5号機の時はね。ああ、はいはいはい。だ、6号機もそうなんじゃないかなとは言われてますけど、詳細は出てないです。なんでこの A メセット様は、はい、ビッグとバケの回数、はい、とゲーム数、はい、と一応ブドウ判別要素外って書いてあるけど、どういうことですか。ブドウ数えたところであんま意味ないよって。すごい男らしいです。男らしいですね、まあ、ビッグとバケが全てだって言っております。これ今日ももちろんあれですよね、店長の予想もありますよね。あります、もちろん。私それ楽しみにしてるんで、店長当てられるかなっていう。まあとりあえずボーナスに変えるともう何とも言えないもんね。いや、店長今までこのアプリと共に当てた時あったじゃないですか。はい。店長もアプリ様も両方当てられましたっけ。ないです。5号機はあります。あ、5号機はですよね。5号機あります。6号機になってから私のやってた回全部ないです。そうですよね。優しくない鬼女じゃん。設定自体も優しいじゃないですか。開けてみたらうわーってなってるじゃないですか。あ、そっか。はい、今日こそ当ててもらわないと、いい結果残さないと。あ、で、私通常は大体中押しするんですけど、なんか一応見やすいように順押ししてましたけど、チェリー数えなくていいとか言うんで、チェリーを数えるのであれば中押しがいいかな。チェリー重複ビッグバケが分かるのは真ん中、中押し、中押しで。でもこの A メセット様はいらないって言うんで、時間効率重視で順押しで、で順押しの場合は7、下段に狙ってれば、そうすれば全ていきます。チェリーが子役優先になってるんで、ハッピーは。あ、そうなんですね。はい、ね、7狙ったらチェリー滑ってきて、チェリーボーイで7が滑ってきて、チェリーが出ても、はい、ペカるときはペカります。そこは普通のジャグラーと違うところなんですね。ちょっと7なら初心者でも狙えるかもしれない。狙える、7で大丈夫です。とりあえず今のところ体感で絶対低いですよね今。1です。ですよね、言うと思いましたよ。そうやってやりやがったなって思って、まあ、言われるんだなって思いました今。ほんとハッピーは読みづらいんですよ設定が。なんでですか。お、チェリー、ほら、え、やったー、なんか来ると思った。あ、本当ですか、今止まりましたもんね。てか、ただ、はい、チェリー重複とか関係ないです。ビッグかバケかってだけです。ビッグかバケか、はい、ですんでバケですね。わ、バケ、はい、もうそのまま狙っちゃいます。はい、85ゲームバケー、バケー。
はい、85化け、まあ化けが出るのはいいことですよ。もう一回早い段階で化け来れば、まあ、123より上じゃないかなとは。ジャグレンしないですか。あれ俺ブドウ1個こぼしたかね今。あれわかんない、わからなくなっちゃった。ちょっとブドウ、今俺の中で1回ブドウこぼしたなと。まあ1個ぐらいならまあコースターだけど。おお、単独チェリーだ。はい、強気男7いくか。男7、はい、ダメ。負けってことですか。そうです、負けってことです。負けか。やっぱりチェリーが熱いですね。やっぱりチェリーが熱い。一日さんがなくなりました。あ、なくなりました。はい、ちょっとビッグ見たい。え、ですよね、ビッグ見たいですよね。ビッグ見たいです。ちょっとビッグでないとイライラしちゃうな。嘘、え、それ贅沢ですよ店長。え、でもどういうビッグが一番熱いなってなんですか。燃え上がるビッグの話してます。先生、燃え上がるビッグの話。まあ朝かな。朝、はい、チェックアウト間際のチェックアウト、ちょっとよくわかりませんけど、それジャグラーの話してますか。あ、それか。はい、部屋入った瞬間。部屋入った瞬間、朝から。部屋入った瞬間、朝からか。部屋入った瞬間のビッグ。店長、これ今ブドウってどんな感じなんですか。今46回、250回で46回。おお、なかなかよろしいんじゃないですか。 なかなか確かにブドウだけ見たらよろしいですね。よろしいね。けど結構店長ファンの方会いに来てくれますか。そうなんですよ、ありがたいんですけど、夜来られる方がね、女性の方は多いんですよ。あ、仕事終わりみたいな。いや、終わりっていうか多分場所、地域柄、境町とか富士見町に行かれる女性だと思うんですけど、夜多いです。そうなんですね。はい、ゾーンです、はい、152サキペカ。やった、サキペカだ。サキペカのルールとしてはチリチョコありません。なんでチリ抜きしなくていいです。いきます。バケです。バケ、もう3回連続バケ。ほう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 。まあ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 、315ゲームでバケ3回、悪くないですよ。悪くないですよ。はい、あとはビッグがついてきてくれれば OK です。ただもう、あ、ペカります。そうですね、ペカります。早いペカ46。めっちゃ早いじゃないですか。男の7ゾロ、はい、バケです。バケ。ブドウ。じゃあ店長、オカート店長チャンネル見てますって言われたらなんて言うんですか。え、見てます。 ありがとうございます。だいたい下ネタしか言ってませんけどね。まあ台本なんで。台本なんてありませんけどね。台本なんてありませんからね。え、よかった。男の7ゾロやした。はい、おやっと、いいね、やっと、ビッグやっとだ。はい、初ビッグです。初ビッグです。いきます。はい、えい、うわー、これアプリ当ててほしいですね。これまあ6だろう。6ですかね。うん、俺も6だと思うし、設定1ならビッグ1回、バケ1回ぐらい、はい、まあ、大体2回なし3回。はい、ものすごく良くて4回ペカ、22ぐらい、22くらい、うん、あー、さっきペカ、うそ、ほんわかペカありましたんで、ほんわかビッグです。バケです。おめでとうございます。ブドウです。もう28ゲームでペカりましたね。バケ、ダメだって、6入れちゃう。え、やばプレミア、先がこ、先がこプレミア来た。来た、どうする、ペカ見る、いきます。はい、えい、おー、ほんまにペカ。じゃあいきます。はい、17。17ってやばくないですか。ビッグです。おー、おーっと、え、ちょっと、
わかりませんけどね。どうなるんでしょうか。はい、はい、終わりました。合計が658ゲーム、はい、ビッグ2バケ5、はい、ビッグ確率329分の1、そうなんですよね、ビッグ出なくて。合算は94分の1です。グラフはこんな感じです。ゆい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 7ペカだから、こっからですね。バケ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 、バケ、ビッグバケビッグ。ハマってない。これがどこまで行くかですね。そうですね。これがどこまで行くかですね。今回のが。けど、すぐペカいそうな気もしますね。ブドウ118回。うお、出ましたね。1時間で。100枚、150枚ぐらい使ってるんで、まあ、500枚ぐらいにしとくか。サマイは500です。サマイは500。はい。はい、うん。どうなんでしょう。じゃあ、まあ、とりあえず、まあ、一応、じゃあ、伺いますよ、店長の。不安要素一つ、ビッグが329。ビッグが全然出てないってなると、やっぱ確率低いかなってなりますか？そうですね。設定6のビッグは255分の1です。設定6が255分の1。バケも255分の1。ああ、ってことは、設定6だったら半分半分ずつくらい出たらちょうどよかったですね。で、はい。バケが。はい。低くてビッグが高い。設定5だと確かに、あれですね、バケの方が確率高いですね。ね、ってなるとはどうなんでしょうか。これブドウ確率 5.57 分の1。6だな。間違いない。6。店長は6。6、はい、俺6。皆さんも6だね。はい、メソッド様、はい、国家ですよ。うん、6でしょう。いくよ。はい、判別する。はい、お願いします。あー、6ですね。あー、 25.8% で一応近いですね。6も 22.9 ということで、やっぱ5、6で悩んでますね。そうですね、5、6で悩んでますね。あ、ブドウ確率も出してくれましたね。はい、はい、こんな感じになりました。はい、6です。じゃあお互い6で、お互い6です。いいんですね。はい、はい、じゃあそれでは結果見ていきましょう。行きましょう。ちょっと簡単すぎましたね。そうですね。はい。ダメです。ドアが開いています。やりすぎです。いきます。やりすぎちゃったかな。ドアが開いています。せーの、ドン。わあ。あ、そう。はい。設定キー。じゃないかなとは思いましたけど。え、本当に思ってましたか？じゃないかなとは思いましたけど。はい。6だもん。いやあ。そう。やっぱそうなんだね。ということで皆さん、はい、お分かりいただいたでしょうか。バケ先行台、はい、多分このまま打ってもなんかこの比率は変わんないでダラダラいきそうですね。ダラダラってか伸びていきそうですね。こういう感じが続きそうです ね結局ね、はい、こういう台が5です。5です。皆さん学びましたね。はい、はい、いつかエミセトさんと俺の意見が合うように頑張りますんで。え、ちょっと待ってください。今日もちょっとじゃあ店長とアプリさんは、うん、ポンコツだったってことですか？まあ、ポンコツだった。ポンコツでした。はい、上行きすぎた。上行きすぎた。おっちょこちょいだった。あ、まったく。はい。ということで、次回もお楽しみに。はい、バイバイ。バイバイ。よいしょ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン。チャンネル登録。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。